もう身近に感じているものでも身近に感じている、こう現象でも知らないことというのは世の中にたくさんありますので、あのそういうところにこう気づいてそこをこう追求していく、その楽しさというものをあのぜひともあの楽しさでそれをこう実際に追求していくっていうことですね、それをあの一緒にやっていけたらなというふうに考えています。